はい、よろしくお願いします。今回は7月の前半時事問題やっていきます。で、穴埋めは6個ありますので、1回ね動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね知らない情報とかあれば、今からね自分が穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1個目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず上の2つはまあほぼセットですね。まあ西日本を襲った豪雨、すごいね被害になってしまったんですが、気象庁がその西日本を襲った豪雨の名称を発表しました。でも結構これ狙われやすいとこなので、ぜひね覚えてください。で、名前行きましょう。今ね平成30年なので、平成、30年の、7月に起こった豪雨ですね。なので、平成30年7月豪雨という名前がつきましたので、ぜひ覚えておいてください。今撮影している時だと、亡くなられた方が200人を超えております。この豪雨、雨の関係での災害では平成では一番ひどい災害になってしまいました。いいかな。で、まあ、それのセットにはなるんですけど、結構ネット情報とか、まあ、テレビのインタビューとか、なんか意識調査とかでねやってたんですけど、ずっとこれもねみんなで共有したくって、今回ね問題にしました。ちょっと雨を例えに出しますけど、激しい雨が続きますと。で、よくテレビとか見てるときに、雨だけじゃないけどさ、上の方になんとか注意報とか、なんとか警報、どこどこ地域みたいな出たこと、見たことあると思うんですよ。で、例えば、雨が続くと、大雨注意報みたいなのが出てきます。もちろん、洪水注意報になるときもありますけど、まあ、今、大雨で行かせてください。で、まず、注意報は一番下ですね。危ないランクで言うと下。まあ、注意してくださいみたいな感覚です。だから、注意報。で、それが、さらに危険が強まると、大雨ほにゃららが発表されると。で、ちょっと雨で縛るので、大雨でいきますね。まあ、さっきね、ちょろっと言いましたけど、注意報が、警報になります。大雨警報です。で、おそらく、この注意報と警報はよく見るって言い方もあれだけど、テレビ見てれば出ますよね。さあ、自分の住んでる地域じゃなくても、雨がひどい時とか、ね、その、なんだろう、洪水、ね、なんだ、警報とか、見たことあると思います。で、警報に関しては、その災害が起きる可能性が出てきてますよって、気をつけてくださいね、みたいな感じです。で、なんですけど、今回、そのさらに雨が続きましたと。で、警報ですね、大雨警報2番ね、の基準をはるかに超えたと。もう警報どころじゃないんだぞって時に、あるものが発表されたんです。で、それが、自分はちょっと恥ずかしながらね、今回それで初めて知ったんですよ。そういうのがあるんだっていうのを。それが、大雨。まあ、大雨ちょっと縛りますけど、大雨、特別警報です。で、これがね、そのネットとかテレビのインタビュー見てるときに、自分もごめん、本当に思っちゃったんですけど、同じ警報がついてるんで、まあ、ちょっと危ないぐらい、その警報よりもちょっと危ないぐらいなんだろうなって感覚でいたんですね。でももう特別警報が出るのは本当異常事態で、もう災害がどっかで起きてますよって。だから、本当避難が前提なんですって。意識としては。っていう風に思ってくださいみたいなのが書いてあったんですね。そう。で、やっぱりそのテレビとか見て意識調査やってる時には、自分みたいな感じです。特別警報って言っても、まあ警報の延長だから、そう、まあ自宅でちょっと気をつけなきゃなのかな、みたいな感じだったんですけど、どっちかというと本当に避難する可能性が高くなりますよって、災害が身近で起きる可能性がかなり高いですよっていうものらしいので、まあこれからみんなが生きていく上でね、この特別警報を見ることはそんな多くないと思います。できれば見たくないものですしね。そう、被害が出てしまうから。ですけど、もし出てきた時に、その今回みたいに、そうなんだろう、じゃあ避難しなくてもまあ大丈夫っしょみたいな風じゃなくって、避難することが前提なんだって。っていうことを思ってもらえるだけで、もしかしたら助かる命があるかもしれないと思ってね、今回ね、ちょっと問題にさせていただきました。はい、ぜひね、覚えておいてください。で、次ですね。またサッカー絡みなんですが、まあ、びっくりしましたね、これもね。サッカーの元スペイン代表のある、ホニャララ選手が、J リーグのね、またね、チームに来るんですよ。びっくりした。これ、ね、名前ちょっと、しただけでいいか。まあ、全部書くけどね。トーレスです。まあ、トーレスはね、
ちょっと、まあ、こっちもなんかセットで覚えちゃってるイメージがあるんで、自分はフェルナンド・トーレスって言うんですけど、まあ、めっちゃ有名な選手がですね、J リーグのチームが、サガン・トスです。で、トスは鳥に、奇変に、こうですね。あの、西、あと中入らないからね、棒ね。西ですね。これサガン・トスです。に入団することが発表されました。5月の時事問題の時にも、イニエスタっていうね、選手が、ヴィッセル神戸にね、やってきたというのをやったんですけど、もうそのぐらいの衝撃です。あの、本当にサッカー興味ない方とかも、特に女の子とかね、はって思ってるかもしんないけど、マジでクラスに本当超有名なイケメン俳優が来る感じだよ。っていうぐらいな衝撃なんですけど。で、まぁ、ちょっとプチ情報なんですけど、あの、このトーレス、とイニエスタ、両方スペインで、スペイン代表なんですよ。で、同じ時期に代表やってて、で、この前ワールドカップ終わりましたけど、二つ前のワールドカップかな ?2010 年の時にスペイン優勝してるんですよ。で、その時のメンバーです。トーレスもイニエスタも。そのぐらいすごい選手が、J リーグに来るということで、自分でもほんと最近 J リーグなんで全然まあちょっと見に行こうなんて思ったことなかったんですけど、ちょっと見に行きたいよね。個人的には。このトーレスとかイニエスタのプレイはね、と思っております。ちょっとごめん、喋りすぎたわ。では、ラストです。世界文化遺産にね、登録が1個決まりました。ユネスコはですね、ちょっと長いんでね、ここだけにしましたけど、長崎と天草地方の、ほにゃらら関連遺産ですね。ここ行きましょう。おそらくね、全部フルじゃなくて、この部分だけ、出るんだったらね、だと思うんで、こう問題にしたんですけど、潜伏、キリシタン、関連遺産っていうのが、世界文化遺産に登録が決まりました。18個目だっけな?ちょっと待ってね。カンニングしていい?どこだっけな?文化遺産だと日本だって国内だと18件目。で、自然遺産回せると22件目らしいんですけど、が決まりましたので、ぜひね、これ、まあ、よく出てくると思う。これもね、覚えておいてください。では、今回はこの6個の穴埋めです。で、後半もね、あ、後半じゃないや、前半丸にも取りますので、まあ、よかったら次回の方もセットでやってみてください。では、今回はね、時事問題やらせていただきました。今回の問題はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。